こんにちは、自然中クラブの小崎です。今回は究極の健康法は原始人時代にありについてお伝えしたいと思います。で、まあ今ね、巷では健康法とかですね、インターネットとか、まああとはテレビとか、あと雑誌とか、そういうところでさまざまなね、食事法とかいうことに特集されていたりとか、まあ、どうやったら健康になれる食べ方であったりとかいうことで言われています。まあ、なので、ベジタリアンであったり糖質制限食であったりとかですね、まあ、最近では高脂質低炭水化物ということでケトジェネリックダイエットとか、まあ、さまざまなもう食事法とかそういうものが出てきてたり、まあ、肉チーズだけ食べればいいとかっていうね、まあ、メックダイエットとかそういうふうにも言われていたりたりとかするんですけども、じゃああなたは一体どういうね食事をすれば本当の健康にねなれる食事法なのかっていうことが、まあどれが正しいのかっていうのはわからないっていうふうに思うと思うんですよね。まあ、なので、まあ、今回それをこう、まあ、体系的に、まあ、簡単にですね、お伝えできればっていうふうに思っています。で、まあ、このねビデオを見ていただければ、まあ、そのまあ、糖質制限とかベジタリアンとかいろんなものが出ているわけなんですけども、まあ、どれが正しくてどれがまずいのか、それが、分かるようになります。で、もう本当にね究極の健康法、もう病気になることができない、食事法ということを、まあ、学ぶことができるということですね。はい。で、まあ一体じゃあ私たちのその食生活っていうところで言うと、じゃあねどこを見なきゃいけないのかっていうところなんですけれども、それはもう私たちのその歴史、体の作った歴史を振り返っていけば分かるようになるっていうことなんですね。で、その、まあ、人類、まあ、二足歩行が始まったとかっていうふうに言われているのは大体300万年前とかっていうふうに言われています。で、その中で大きくね食生活が変わったっていうのは実は260万年前のこの時だったんですね。で、260万年前から1万年っていうここの間っていうのがその、まあ、原始人時代っていうふうに言われているわけなんですけれども、その260万年前に一体何が起きたかっていうと、人間が肉を食べるようになった、肉食になったその転換期だったんですね。で、実はその前まではその植物を食べていたりとかですね、まあ、その木の実を食べていたりとか、まあ、草を食べていたりとかするっていうそのまあベジタリアンの時代だったわけなんです。で、ところが260万年からその肉を食べるようになったことによって私たちの体の作りが劇的に変わったわけなんですね。で、それは何かっていうと、まあ、その、300万年前とかっていう時から見て、150万年前のその人類のこの変化を見ると、まず身長がこうやって上がっていったわけなんですね。大きくなったっていうことなんです。で、あとはその脳のサイズっていうものが、大体3倍になったっていうふうに言われているわけなんです。なので、その私たち人類っていうのは他の動物と比べても喋れますよね。こう考えることができますよね。なので究極の発展を遂げたっていうのは実はこの脳の発展っていうのは非常に大きなウェイトを占めているわけなんです。で、なぜかっていうと、動物性の、まあ、タンパク質、まあ、つまり肉ですよね。肉の中にまた脂質っていうね油が入っているわけなんですけど、私たちの脳っていうのは、まあ、ほぼ油でできているわけなんですね。なので、そういうその動物の肉食が始まったことによって脳が急激に発展したっていうことが一つと、あとは腸のサイズっていうのは実は短くなったっていうふうに言われているわけなんです。で、それはその草を食べているよりも、草を食べているのは消化が長いわけなんですが、その肉っていうのは消化が早いわけなので、で、それでその腸のサイズっていうのが 40% 短くなったっていうふうに言われているわけなんです。で、ここで大きなポイントって一体何かって言ったら、実はこの260万年前からこの1万年前のこの、歴史の中で今現代言われているっていうですね、病気、がんであったり肥満であったり糖尿病であったり高血圧であったりですね、高脂血症であったりとか、まあ、そういうその様々な私たちの今の現代の生活習慣病と言われているものが全てなかったっていうことなんですね。で、ということはその私たち人類の歴史の中で、ね、260万年の中で259万年、まあ、つまりほぼ、まあ、99% は私たちは健康に生きていたっていうところなんですね。
じゃあその1万年前で一体何が起きたかっていうことをこう振り返れば簡単な答えがあるわけなんです。それは何かって言ったら、1万年前から農耕革命って言って、私たち人類っていうのは穀物を育てて、穀物を主食に食べるようになった、その食生活の変化っていうのが実は1万年前から起きたっていうことなんです。で、じゃあ1万年前からじゃあ穀物って言ったら何かって言ったら、小麦ですよね、米ですよね、大豆ですよね。で、あと、コーンであったりとか、まあ、そういう穀物っていうものを主食として食べるようになってから、私たちの体が変わっていったっていうことなんです。つまり何かって言ったら、その259万年っていうこの原始人の時代の中に、私たちの体そのものを作ったっていうことですね。それは何かっていうと、私たちの設計図、細胞の設計図である遺伝子をこの259万年の間にこうどん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 遺伝子をこう作ってきたわけなんですね。ところが、このたった1万年のこの歴史の中で、その私たちの遺伝子にマッチしない食生活、つまり炭水化物過剰ですね、糖質が過剰に入ってきたことによって、私たちの体が対応できなくなっているっていうことになっているわけなんです。で、さらに悪いのは、この戦後からですね、まあ、この大体60年70年のこの歴史、浅い歴史の中で、私たちっていうのは大量に食を生産できるように、効率よく生産して、でしかも保存が長く効くように、さまざまな農薬であったりとか食品添加物で美味しくしたりとか、あと保存が効くようにしたりとか、であとはその柔らかくするとか、さまざまな添加物であったりとか、その農薬であったりとか、あとは薬っていうものが出てきたことによって、私たちの体がもう対応できない状態になってしまっているっていうことになります。なので、それによって、その劇的に私たちの病気の数っていうのが増えてきてしまったっていうことなんですね。なので、どうしたらいいのかって言ったら簡単なんですよ、ね、人類の260万年の歴史の中で、259万年は今の慢性炎症から伴う生活習慣病っていう現代病っていうものがなかったんです。で、本当に病気になってしまったのはこの1万年の歴史で言ったら、ここの259万年っていう原始人時代のこの時代に、私たちの健康法っていうヒントが隠されているっていうことになります。で、大きく分けて、この原始人時代と今のライフスタイルを比較すると、決定的に違うのは3つあります。それは何かっていうと、一つは食事。原始人時代は基本的に食べていたのは肉で、あと野菜で、あと、まあ限られていたと思うんですけど、フルーツであったりとかナッツとか、そういうものをこう食べていたっていうことですよね。で、ただ現代っていうのはもうほとんどがカロリー摂取の、今ね、 60-70% がもう炭水化物ですよね。もう朝に起きてパン食べたりとかね、まあちょっとマフィンを食べたりとかで、昼にまあ、ランチでパスタ食べたりとかで、夜にその、まあ、うどん食べたりラーメン食ったりとかっていうようなことをやっていたら、まあ、ほぼ、ほとんどが炭水化物過剰になってしまっているというところなので、まあ、この食生活っていうものを基本的に肉を増やすっていうところですよね。で、あとは野菜と、で穀物の摂取を減らしていけば、あなたはその食生活で言ったら、その原始人時代のところに戻っていくっていうことになります。で、さらにそのもう一つって言ったら運動ですよね。原始人時代っていうのは車とか電車とか、そういうものは全くなかった時代です。なので、ね、その、まあ、走ったりとか歩いたりとかして、その当たり前のように運動していたわけなんですけども、今はまあ本当に仕事をするっていうふうになった時に、まあ、デスクワークしたりとかですね、もう全く動かない。で、あとはもうエレベーターとか階段とか、そういうことがあったりとかすると、もうその運動すら全然しないということですよね。なので、まあ、その運動っていうものをやっぱ定期的にやるっていうことで、そのちゃんと私たちの体、遺伝子にマッチした体になっていくことができるっていうことです。で、あともう一つは、やっぱり三つ目はストレスです。もう当時で言ったら、その、まあ、人間関係とかそういうもので言ったっても、まあ、こういうふうに都会とかそういうふうに密着した
ところでその上司の関係とか、あとはその満員電車であったりとか、そういうそのもう満員電車入るだけでものすごいストレスがこう私たちの体になってて、でそれが炎症体質にこうなってしまっているっていうところがあるんですね。なのでそのまあもうストレスに対処できるように、まあ、ヨガをやったりとかですね、あとは気分転換してその週1回ね山に行ったりとか、まあ、好きなことをしたりとかすることによってやっぱりストレスを解消させる、それが本当にね究極の健康法にこう近づいていくっていうところになっていくと思います。なので、まあ、食事そして運動でそしてストレス、まあ、そこの部分を対処していけば私たちは究極の健康法、まあ、医者と薬が一生必要なくなる、まあ健康体を持つことができるっていうことになります。で今回は究極の健康法は原始人時代にありをお伝えしました。もしこの動画が良かったというふうに思われたらば、この自然中クラブのチャンネル YouTube チャンネルを登録していただくっていうことと、あともう一つはその高評価をぜひお願いしたいと思います。